さんやっほー、セルトリーやっほー、わしろちゃんこんばんざい、かくれつさんこんばんざい、やまいさんもこんばんざい、やっほー。早いね、みんな。さっきまで YouTube で配信をしていました。あ、ちょっとめちゃめちゃカミカミやけど、いろいろちょっとやってみたいこととか話したりして、おじさんやっほー、エイペックスお疲れ様で、ありがとう。ケミストリーユナ、ここまでがテンプレ、ここからがテンプラ。ちょっと今日お腹の調子悪いかもしらん。デリンちゃんこんばんざい、やっほー。酔い冷めた、まだ酔っとる今日マジ面白かった。めちゃめちゃもう酔っ払いだーって酔っ払いしとったね。見たいに抜けた、どういうことだ、おたそつし、え、なんで無理してないよ、サメちゃんおはよう。うざくね、もうなんかマジ面白かった。あー、もうなんかだってもう、あー酔ってんなーって感じの酔い方しとるけ、面白かった、マジで。ちなみにさ、ちょっと上にも書いてるんですけど、次のライブが12日に下北沢シャングリラで、ちょいまちん、あいらセーフ、ちょっと待って、自分でさっき出しとったんよ、ここに自分でさっき出しとったんやけど、どこ行ったんやけど、やばい、ちょっと今日お腹の調子悪いかもしれん、さっきなんかお腹に悪そうなの食べたかも。どこ行った、22時終わりやった気がするんやけど、終演後物販やった気がするんよね。え、本当にみんなね、やばいの、本当にね、お願い、12日ちょっとね、会いに来てほしいもあるけど、12日はちょっとマジで、あの自分的にちょっと緊張するポジションがあるので、よかったら応援しに来てくれませんかって思っています。寝る前に挨拶やったラジオ聞いた、あ、ラジオ聞いてくれた、むひろさん、ありがとう。今日はゲストなし会でして、ちょうどね、ライブとは被ってたけど、そう、ライブ来れないような方、ぜひ、あれ違う、うちさ、12出してない、体って、え、どうし、あれダメだ、記憶が、え、なんか出さんかったっけ、気のせいやっけ、え、それかさっきうちは見ただけなんかな、LINE で見たっけ、やばい、12日何時からですか、え、でも20時台だと思う、出演が。ラジオ聞いてくれてありがとう、むひろさん。じゃあ自分でさ、もうちょっとさ、ツイートに行きやすいようにしたのに、自分で遡るのが下手。あ、12日、もしかして私は大抵を出し忘れている説しかないね。ごめん、出します。やばい、めっちゃ顔光る。めっちゃ顔光るやん、これ。なるほど、楽しかったっけ。楽しかったらよかったよ。12日行こうと思ってる、今週クソホードを、ぜひ待っとるよ。え、もうね、やばいよ。12日、本当にやばい。もう緊張する。もうなんなら緊張しすぎて、今ね、なんかもう、バレるようなこと言っちゃいそうな気がしてるぐらい緊張してるんですけど、あの今週末は遠征組が沖縄に行っちゃうので、今週都内でバンザイジャパンみんな見れる日12日しかないので、ぜひ、そう、多分次、それこそてりんちゃんとかしおりさんに会えるのは、次会えるとしたら来週の火曜日とか、1週間会えちゃうんよ、明日会えんかったら。明日会えて1週間空くけんね、遠征館だったら。ラプタイムさんこんばんざい、やっほー。今までライブ来たことない人も、配信お話ししたことある人は、よかったら初めてライブに来てみませんかって思っています。私は会いたいのよって思っているのよ。
シュプシュプヤッホー、おやすみ、ありがとう、おやすみに来てくれて。あむいろさん、ライブ20時からパパ21時です、天才、ありがとう。22時終わりってのだけ覚えとったでも最近さ、20時台の出演でさ、その時間多くてさ、もうどれがどれか分からんのよね。この間も似たような大抵あった、多分。全員お待ちしてます。え、やばい、マジで緊張する。うん、コムさん、音とやって、わー、やったじゃん、ありがとう。なんか今日めちゃめちゃ画面漏れてないんだけどさ、すっごい自分で思ってる。もうなんかメイクがどっか行ってるわ、メイクがどっか行ってるんですがえ、どこ行った、メイク、ちょ、メイクどこ行ったん、自分、画面がどっか行きました、画面がどっか行きましたわ、やばいけど。寝る前に見れてよかった、ありがとう、寝る前に来てくれて。初日ライブ行くとマジしばらくハードする。もうそうなのね。12日の夜暇な人手あげてえ、本当にお願いします、応援しに来てくれませんか、もう初めましての方も、ライブ初めてだよって人も、どうだい、って思っとるんよ私は初めてじゃない人もね、行きたいけど最近は静かにな、20時に終わるの、ギリ間に合わん。17の日曜、どこのやつだっけそれ、館内ホールか、あれ館内ホールはあれは大抵出てなかったっけ、確か。やばい、違う、告知出した、これ館内ホール、やばい、追いついてない、もしや、頑張って自分、いや出してる。15時半から16時10分出演です。え、あのそうだ、1740分枠なんです。10人行きたかったか、泣いちゃう、マジロちゃん泣いちゃうよ。え、17日の日曜日、都内組だけで多分何人ぐらいの出演なんだろうな、でも13、4人ぐらいなのかな、わかんないけど、でもそんぐらいで増えたしね、新メンバーちゃんが13、4人ぐらいの出演で、40分枠なんです、なんと。かなり横浜の館内ホール、これは横浜市中区住吉町、読み方合っとる、これワンチャール来るしか、隣組でのライブです。めっちゃ可愛くて癒し、何回も、わー嬉しい、いっぱい読み返してお手紙と思っとる、うちは本当は行く予定ね、悲しいね、会いたかった、とても会いたかった、私はマシロちゃんに。17日とてもおすすめ、16、17はマジでおすすめです。18もかな、多分ちょっと前、また LINE 開きそびれてない、私一瞬ラジオにしていい、そしたらちょっといろいろわかるかも、一瞬ラジオにするね、昼に浦和でライブあるよね、その駅、え、でも浦和埼玉だわ、どこと勘違いしたんだ自分、大丈夫、いけるよ、言ってさ、浦和から横浜ってだって近くはないけど、京浜東北線は横浜まで行っとらんけあれどこまで行っとるん、やばい、ちょっと待って、めっちゃお腹の調子悪いんやけど、今どうしたらいい、ちょっと待って、今何しようとしたかも忘れてるけど、分かったわ、これだけちょっと QR コードログインだけしたら多分いろいろなんかまたいろいろ分かりやすいかも、私的にライブ情報とかが、よし、 OK、 京浜東北、そうなの、え、でも浦和やろ、
どうし、じゃあ多分乗り換えたらもうちょっと早く行けるやろ。多分浦和からどこまで行けばいいんだろう。どっかからさ、浦和から何が早いん、そっから行くの。関内ってさどこだっけあれ。ちょっとめんどくさいっけ、行くのどこだっけあれ。どこだっけ最寄り。関内って駅やった、あれ。関内ホールってさどこの駅のやつ。ちょっと調べな。関内ホールってさ何駅これ。関内、でも関内ホール言い過ぎないけどさ、関内って駅がある。やばい、めっちゃお腹の調子悪そうすぎるけど。うわどこだこれ。これ駅、これ駅じゃない。あなた何、あなた何言う。え待ってさ、これ何、これ駅なん。でも何駅これ。関内駅これ。あ関内駅って書いてあるわ。ちょっとえどこ、マジ関内ホール絶対行ったことあるけどさ記憶ないんやけど、どここれ、どこかは地図見たら。ゆうくんやっほー、ありがとう。あーちゃんだよ。昨日ツイッターびっくりしたけどね。ツイッターびっくりしたのかもしれない、何かわかんないけど。馬車道、そんな駅なの、そんな駅なの言って。ガチだ。ありがとう、かっこはてな。ちなみにうち、そうさっきもちらっと言ったけど、ミキさん待ってます。そう、ずっとなんかね、そうコンポーサル通って、この間もさなんか配信で言ったけどさ、一生関係さ、あれそれはなんか違う話かなみたいな思ったりしてさ、あれって。夜中なんかのありがとう、なんかどうしても伝えたかったんだろうなってちょっと思ったけど、ありがとうね。僕はそっちがいいけど結構、そうなの。なんかさちょっとね、マジで思い出せんちゃうけど、関内ホールってどこだこれマジで。ちょっと中のが、中のさ写真とかあったら思い出せる。関内ホール公式で、いやもう中の写真は分からんのよ、それどこやねん。もう多分あのもうね、楽屋見せてくれたら分からんかも。うちはどっからどう入って、どう行くやつなんだろうこれ。写真、なんかさ外の画像さ出てくるんやけどさ、マジでこんなとこ見たことなくてさ、マジ見た記憶なくて。えでも絶対関内ホール行った記憶あるんやけど。入り口が大きなガラスやった。多分この写真よね。はあ、分かったかも。この写真でわかるんかいって画像やないか。なんか階段があってこうやっとって、なんかそのここにデブッパーやって、多分ここになんかなんかあったとこな気がする。いろいろ思ったけど、ありがとう。ちなみにあのビアオーランの言葉を私は聞きたいなって思った、生で。それ聞きたいんよって思って発音とか言ったらもう英語みたいやけど
どこか。そこ以外に物販場所の写真みたいな、物販場所のところの写真見つけた。うち絶対そこじゃん。うわっ、わかった、そこね、納得。楽屋の写真出てきたわ、天才。え、なんか誰、なんかさ、誰だっけ、誰かいたよね、誰かいたって言うと変だけど忘れちゃったわ。何を聞きたいかなーって床赤かったん、床赤かったかはマジ覚えてないか。今見たら恥ずかしすぎて消したくなる消さんといてもろてん、消さんといてもろてん今日のこんばんざい、ビーマンやっほー、おかえり。なんか今日ね、エイペックスのエイムが良かった気がする。そういえばさっきね、はい、配信をしとったけれども、さっきのシンプルにボリューム近くて聞き、どういうこと、マジ小さくてか近くてどういうことやって思った。カジュアル、カジュアル楽しいね、わかるー。なんか今日もマジで割った眠い気がするけど、今日もバカみたいに眠たいけん私は寝たいけど、違うよ、ちょっと聞いてほしいよ。じゃあ帰って頑張って芋を作りたかったけど、帰ってね40分で頑張ってご飯作ろうと思ったけどね、芋を茹でて湯がいて潰して終わったけん、うちは芋餅の素みたいなやつが、まだ形作る前の芋餅の素が、素っていうと変やけど、じゃがいも潰して片栗粉とか味付けして塩とか入れただけやけど、がキッチンに放置されてます。いや、ちゃんとラップして乾かんようにしとくけど、芋餅食べたい。だけど配信が終わったら絶対に芋餅作るんだって気持ち、芋餅作って食べて寝る、頑張って眠たい。でもうちは今日やばかった、帰りの電車記憶ない、記憶ない。芋餅、そう芋餅、もうマジどうしても芋餅食べたくて、うちは本当は昨日から食べたかったけど、でも昨日は別に食べたいものっていうか、昨日やっけあれ、じゃあ昨日はうまかっちゃんを配信で食べたくて、あと時間なくて昨日は単純に芋餅ので、一昨日はなんか他にも食べたいものいっぱいありすぎて、肉を解凍しとったけど肉は使わないかみたいななって、お肉食べて、で最近茶碗蒸しにハマっとって、茶碗蒸し研究家中で、レンジの茶碗蒸し研究中今。つい最近芋餅作った仲間じゃん、もうマジで芋餅食べたくなって、時々ない芋餅どうしても食べたい時、しかもちょうどじゃがいもあったしねんつって、芋餅作ろうんつって、でも芋餅のじゃがいも潰して、あの片栗粉と塩とか入れて、その今から形作って焼いたらできるよの段階の芋餅がキッチンにあります放置されて、もう そこまでやってフリージャーの配信の時間になっちゃって、そうだけど、うちは帰ってから茶碗蒸しだけ作ったけど、なんかちょっと生の茶碗蒸しを食べた気がして、ちょっとお腹の調子が今悪いですミキサーのことは忘れたわけじゃないけど、あれよりタイミングほとんどちゃんとヨットラン日に来ていつもねヨットるんよな、料理のことでせなち、それはあるけど違うよね、多分茶碗蒸しはマジであのレンジの相性だと思う。そのレシピとか見て、うちは基本作るんやけど、料理別に自分でレシピとかわからんけん、でも
あのうちの電子レンジマジ機嫌良くないけんさ、あんまいい子じゃないけん反抗期なんよね。ずっと反抗期。だいたいレシピ通りにするとちょっと違うけん、それこそだいたいレシピ通りにするとあのあれなんやけど、火通り過ぎたりするけんちょうどいいやつやった。え、てか待って、そんなこと言う、ブラハイベルスペ、え、どういうこと、ブラハイベルスパレジを引いた。てかうちブラハのイベント進めてなすぎるんやけど、これいつまで、やばい、そろもうそろそろやばいよね。このもらえるパック引いてスパレジ出たん、やば、いいな、うちもスパレジ欲しい。今レイスのスパレジマジで欲しいっちゃけど、どうしたらいい、どうしたらいいげの言うてから2個持ったのにもう1個欲しいとかいいよ、やば、ね、来ない欲しい。ももちゃん、じゃがいも、わかる。でもうちは本当は、本当を言うとさつまいものスイートポテトが食べたい、食べたすぎて、うち昨日の夜中スイートポテトタルトとかいうマジでめちゃめちゃ美味しそうなやつをの動画見てマジで作りたくなった。え、本当にタルト作りたい、どうしたらいい、タルト作りたいけど、うちのオーブン絶対焦げるんよ、タルトが。本当にムカつく、ムカつくとか言っちゃいかんけど、ね、どうにかして焦げないように頑張ってタルト作るか、タルト作る、でもモンブランタルトも作りたいとわけやけん。でもスイートポテトタルトもめっちゃ美味しそうやったと。でもそれじゃなくてもスイートポテトも作りたいけど、裏ごしがめんどくさすぎるじゃがいもはマジで簡単に潰れるけど、それこそまあ芋餅は正直綺麗に潰さなくていいけど、その裏ごしまでせんでもいいけど、さつまいもはね、筋がじゃがいものよりも多いけんさ、さつまいもは繊維が、だからどうしても裏ごし必要やけど、裏ごしってマジで疲れるってなる。みんさんこんばんは、やっほー、はじめまして。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力で世界発信、日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力で世界発信していくアイドルグループ、うん、全然おっとと万全ジャパンの福岡県の伝道師七瀬葵です。ちなみにこれ、おすごい、どっから見とるんか気になる。はじめまして、来てくれてありがとう。一度お仕置きのために叩いとくよ、ね、電子レンジマジで言うこと聞かん、あの子ブラハイベン最後3パックもらえ、ブラハ系のレジェンダリーが、それでやば、それでスパレジェ出るのやばくない、いいなぁいいなぁ。でもそれ聞いたってことはうちは絶対出らんと思うもん。それ聞いてなかったら出る可能性あったかもよね。まあ聞いとてもなかなか出らんやろうけど誰のやつ買えるか悩んでる、普段使うから、あ、何を持っとるん、逆に今何を持っとるか聞きたい。でも持ってないの聞くよりそっちが早いやろし。韓国お隣じゃん、福岡やけん韓国めっちゃ近い気がしとる。お前マジでお腹の調子悪くね自分って感じやけど、じゃあこの配信もうちょっと長めにしたいから頑張る。持って、やばっ、え、いくら課金したんそれ。じゃあ何持ってないん。そうなんです、そうなんですよ、めちゃめちゃ課金してんじゃんそれ。いや、いいな。でもじゃあ今月なんか何したん。あ、そうだ、ゲーム買ったりしたけん。福岡出身です、はい。知らないです、教えてください、持っとるやつでもいいよ。え、うちが個人的にかっこいいなって思うのはレブナントとレイス、うちが持ってないのでね、パスガス以外で見ちゃおう。あとライフラインのスティックも可愛いよね。バンガパスガスミラージュ S、 じゃあパス買うべきだそれはパスファインダー大好きやけん。
ライフラでも可愛いけどね。次のね、ニヤ配信ね、いつしようって思っとる。明日うちが早く起きれたりするかもだけど、どうしよっかね。か明日の夜かぐらいにする予定。てかしたい、うちがニヤ早く突き進めたいって思っている。パス一番でも、パスのグローブマジ可愛くない、あれ。でもライフラも可愛い。今日休みの、わあやったね。でも今日はとりあえず、まあ今日っていうか、まあ日付変わっとるやん、今日一回この後うちは一生懸命寝るけど、今日はいっぱい寝れる日やけん、ちょっと一回いっぱい寝とく。睡眠試しとかないかん。定期的にいっぱい寝れる日作るのは多分うち無理っていうのを知っているね。今日マジこっちの触覚ボロボロなんやけど、ホライゾン来るまで、あー次欲しいのホライゾンなん。でもなんか次なんて言いよったっけ、あれクリプトやっけ、なんだっけ、なんか出てなかったっけ。好きなスパレジェの時課金。毎回さ来た時に課金したりしたと。ちょ定期的にこの顔したらごめん今日。なんかね聞いて、こうめちゃめちゃなんか知らんけどさ、ケープ全部取れたんやけどさ、なんでこんな綺麗に取れたか分からんけど、マジで多分帰りの電車でめちゃめちゃ寝たから。全力で寝ていました。タッキーさんこんばんざーい。プラハレイスオクタンホライド、なるほどね。今日はさすがに考えたいもん今回。オッケー、朝じゃないけどね起きるのは。多分イビ来た時の課金が、そうよね、そりゃそう、そりゃそう。いやでも今一番欲しいのレースだしな、スパレジェ欲しいな。でも次いつだ、2月よね周年来るの。2月に周年来た時に去年みたいに、あの何でも もらえるよー その赤のやつが、あの単純に24パック引いたらスーパーレジェンドシャドウもらえるようになれば、そこに課金したいな。課金したいなって、もう課金大好きやから。でもね最近聞いた、もう課金するために行きたい、うちはゲームに。それはやばいけど。またそれは違うけど、なんて言ったらいい、そういうことよね。なんかでもさ、使う目的があって働く方がいいけど、でも今は働くのが楽しいけん、アイドルとかっていう感じなんだけどね。ブラハトレーサーイベントなんてやってる時、エペクス始めても課金しん、エペクス始めて間もない時に課金したん、やば。レースとか、でも最初なんかさランダムじゃなかったん、そこまだ少なかった頃って。うち始めた時いつだろう。モチベがあるから。そうなんよね、モチベって大事、大事だね。だから課金もいいよね、課金。最近うちはマジジャンタマに課金したくて仕方ない。やだちょっとお腹の調子悪っ、キュロキュロするよね。別になんか痛いっていう感じでキュロキュロしている。今みたいに回し切ったら確定。そうよね、じゃあちゃんと天井まで引いた。炎上した後しんどいよね、なんかめっちゃ声ちっちゃかった今、やばい。画面見たら同じだ。前髪にハゲちゃうね。
良くないハゲちゃうとか。えマジでさ、美容室でこうやっておでこ上げられた時は思うけど、マジでちょっとハゲてね自分ってなるんよね。ここやばい、ここやばいよね、ポニーテールハゲてきた。やばくない？ちょ、それはさすがにハゲすぎ、ちょっと隠そう。マジここマジ産毛しか生えん、ここにすっごい産毛は生えとるんよ。でもそれはさすがにハゲって思っている私は。だから高校の時のあだ名がちょいちょいハゲって呼ばれとったんだけどね。あれ、いじめられてる？あ、大丈夫、めっちゃ健康。でもこのゲームイベント中の、あ、わかる、他ゲームに比べて割と安いよね。で、うち最近気づいたよね、うち多分ジャンタマにも何万か入れとんよねってことに気づいて。何万も入れてんのかな。え、でもいや、万は入れてるんよ多分。1万2万いってないと思うけど。ミス見せていくスタイル、自分のハゲをマジでハゲとるんよね、ここね、ここのこのこのここがすごいなぞっとるけど今。ここがマジでハゲとる。ここまで髪の毛生えてくれよって思っとるよ。やばいやろ、ここまで髪の毛生えてくれよ言うて。大体の課金、そうなんよね、課金額を発表して。でも言うて廃課金者じゃないよ、だってそんな廃課金するほどのお金を稼げてないけん。でも多分うちお金が稼げたら多分使っちゃうタイプの人なんよね。ウマ娘って天井ある？なんかウマ娘もっとヤバいイメージなんやけど。でもこれちょっと言っていいか分かんない、言っていいか、でも言っては良さそうやけど多分。ちょっと待って、それこそなんか課金額までは言うとあれだけど、課金してることは全然あの言っとるけん、ツイッターで言っとるの見たけんいいんやろうけど、あの一緒にさラジオのパーソナリティ一緒にっていうか、そうね、メインパーソナリティをしてる今日、そう今日的な昨日の19時から放送があったんですけど、トンピさんっていうねキャスターの方がいるんですけど、ゲームのその人とね、その人がウマ娘の話をしてて、すごく課金してた。ゴリはそうなんよね、うちマジでお金の使い方絶対下手だと思う。でも物欲がすごい、いいラジ、そういいラジ、多分明日の20時とかにね YouTube で映像がアップされると思います。そして来週放送の分はゲスト会だったりして、すごい楽しかった。初めてのゲスト会でした。ただもう一応マジでイーラジの収録してもマジで滑舌やばい。え、多分ね、あの YouTube の動画にはちょいちょいね、あのオフって言うと変だけど、あれも上がるので、講座教えてくれたら行く。やばいってそれはもう。毎週限りグラブル、グランブルーファンタジー、え、あれってそんな課金ゲーなんや。リアタイの収録また来て、次見に来る？そうね、なんか緊急事態宣言も明けたけん、そういうのもちょいちょい増やしていけたらなってお話をしていた。日にもよるよね、ただまたでもいつかは絶対にすると思う。そんな話も出とったけん、こないだはできんかったけど、多分緊急事態宣言明けたのであれば、まあちょっとそれはねこっちの上とも話さないかんのやけど、場合によっては多分チェキ取ったりがそこでできたりするかもねって感じかも。課金ゲーム、へえそうなんや、次は行かせて待ってます。マジで次、ちょでも本当に最近もううち滑舌よくないけどさ、滑舌を良くなりたい、マジで。俺やってないけど友達がガキついて店長を聞いたこと、いくらぐらいな。寺山さんこんばんは、ヤッホー。でも天井ないゲームとかもあるよね、なんかなんだっけな、ヤバそうなの、わかんないけど。ジャンタマも割となんか課金する、無限に課金できんじゃんと思ってたりする。
すみちゃんねどうしたのねって展示機やば、あとあとあれとかやばそう、パズドラとかやばそうなイメージ、課金はイメージやけど。オロチちゃんやっほー、つむつむのとやばい、やっとらっちゃけどさすがにウケる。つむつむなんか最近ないやけ、なんか深夜のつむつむなんちゃらなんちゃらなんちゃらみたいな、つむつむタイムですみたいなツイートしてなかった？つむつむハマっとるん、懐かしすぎやろそれ本当に良くなる方法？パズル課金し、そうなんや。でもなんか課金してる人すごい課金してるイメージだよね。どのゲームもそうなんかな、なんだろう。でもさ普通にゲームに課金しとったら天井とかはありにしてる、多分天井1回じゃ終わらんゲームとかさあるけんさ。でもさ、ウマ娘もなんか天井引いてもなんかもういるっていう気がする。高校生ぶりにハマってもうた、もうた高校生なんか、でもいつなんだろう。でも多分ずっと中学生ぐらいの気がするな。つむつむハマっとった言うてね、あのケイトのゲームうまくないけんあんまハマってないけど、アナウンス、へえそうなんや。うちさこれいつかのラジオで言ったんやけど、あれ今回だっけ、今回か次回でも言ったんやけど、フリージャーがe スポーツ施設を紹介するコーナーっていう時があるんやけど、もうその e スポーツ施設を紹介するコーナーのもうね、もう苦手すぎて、 e スポーツ施設を紹介するコーナーってマジむずすぎて、マジで言えんくて、マジ滑舌悪すぎてさ、むずくない？ e スポーツ施設を紹介するコーナー頑張った。1000万点ギリギリ、やばすんじゃん、なんか桁が知らんじゃけど、うちそんな1000万点とか、ちょあんまり桁覚えてないけど、自分のスコアとかどんぐらいちゃろうね自分最高。でも LINE のアカウント変わってないけんさ、入ったら見れるんかな、つむつむ気になるけど、でもあのケイトのゲーム、うちもパズル系好かんのよね、苦手下手なだけです、単純にね。マジお腹キョロキョロするわ。明日はゲーム配信をするんするんだ。ニーヤしたいね、ニーヤもしたいしエペもしたいね。久しぶりのゲーム配信、まあ今日が久しぶりなんやけど、ソロでは久々かな。みんな YouTube のチャンネル見てみて、再生リスト作ったんよ、うちはやっと。ちょっとまだ Apex にやロケリしか入れてないけど、ちょっとあとマイクラとか、あとはゲームごとに分けるか、あとは耐久系を入れるか迷っているんよね。耐久系は耐久系でまとめてもいいのかなと思って。キャー無理、すごそう。ちょっとプレイ動画送ってくれたらうちが一人で見るわ録画見たい。ちょっと的にセンクラートのバンドジャパンとか緊張したさ、めちゃめちゃ緊張しとったし、なんかもうちょっとスラスラ言いたい気持ちだったんやけど、何も言葉絶対こんくなったよねって思った。全部ねメイさんがね耳元で囁いてくれた。めっちゃメイさんの漢字間違えたんですけど、漢字間違えたっていうか、メイさんひらがななのになんか知らんけど気づいたら漢字変換されてた。何時頃やるかは分かんないけど、14から17時めどな気もする。起きれたらね、起きれる自分それまで、ね、ちょっと起きれんかも、もうちょっと短くなるかも。メイさん、そうアキラさん、アキラさんみたいになっとった。さあ今さ自分の YouTube チャンネルのあれを出しとったんやけどさ、パソコンになんかジャンタマのさ視聴者参加型の配信をさこうプレビューしたらさ、プレビューってどこが流れるの、
なんのトイレのとこ出てきたんやけど、プレビューでトイレってで、うちのテロップが出たとやめてほしい。僕酔ってる時間だ、酔ってる時間なんかいい、いつ逆にいつ酔ってない時間なのそれが知りたい。いつでも酔っとるんよその時間で酔っとる時間なら、あいつ休みやけんずっと酔ってそうやけど、休みならそれは偏見。朝方は葵ちゃんに酔ってる、もうそれはもう今酔っとるんよちゃんと酔っといて、それはない、ちゃんと否定してきた。いつ酔ってないん逆に。あ、寝起きとか、寝起きぐらい寝起きぐらいでやばいじゃん、もう朝起きて割とすぐお酒開けてるてじゃんそれ。ねえ、じゃ最近ハマっとるものの紹介していい？これ急にやけど見えたけん、じゃもうこれ食べきっちゃったんやけどさ、さっき最新月食べてたんやけど、ちょっとだけ。セブンの箱に入ったチョコチップクッキーがあるんやけど、めっちゃ美味しい、マジでマジで最近のブーム、マジで美味しい。ピョンでなくなるんやけどこれって思っとる。でもあんまり鬱陶セブンなくてさ、鬱陶セブン見つけたら2個ぐらい買っちゃう。今でっかある。ツイッターの更新がないでなるほどね、逆に更新しとるときは酔ってないときな。すごいな、なんかお酒に酔うって感覚わからんし、それが楽しいのかもうちはわからんけさ。まあでもなんか脳内ハッピーみたいな感じしとるよね知らんけど、わかる、やっくんマジで美味しいよねこれ、マジで美味しい。最近さ食べてさマジ感動して、本当に美味しいこれ、やばいマジでね、今マジ大ブーム、うちの中でマジで秒でなくなる。なんかうちあるもの全部食べちゃう習性があるのにマジ良くないよね。最近さ割と1日2食やったりしたけど、今日はでも今日3食食べちゃったよね。マジ美味しいこれ、最近のマジマジでブーム、うちの中で。マシお腹キュルキュルするんやけど、もう絶対に絶対に茶碗蒸しのせい。お菓子の主演、何それ、え、もうこれ以上私にデブ活をさせる気ですか。でもね、うち多分1個ハマったらそれしか買わんちゃうね。で多分じゃあこの次の流行りの時に食べるかも。それお菓子のシュークリームって何それ、セブンの。ねでもさ、ね、セブンにもさパリパリ麺サラダって売っとるよね確か。あれ売ってないか、でも売っとるセブンもあるよね確か。あれセブンだよね、うち買ってんの。なんかパリパリ麺サラダマジ食べたかったけどない。最近最近は10入りのチョコ、美味しそうなん言うんや。え、前はちょっと前まではあのシミチョココーンみたいなセブンのやつあるやん、円形のさすごい穴開きのサクサクしたやつにチョコ染み込んでるやつ、あれが流行りやったんやけど、最近マジでこれが流行り。マジ美味しいもん見つけちゃったって思うけど、でもあんまないよねこれ売っとるセブン、マジであんまない、多くない。今日も違う、昨日1個見てなくて、今日もう2個見て最後の1件にやっとあった巡ってんじゃんセブンって感じやけど、なんかセブンで箱型のお菓子あんまり置いとる率少ない。これと一緒にさ大体さ普通のプレーンのクッキーも並べられとっちゃうけど、これがあるとこには。だいたいセット。マジ美味しい。あ、でもそうだ。
昨日ね、昨日あれはセンクラは、あれ一昨日だっけ、センクラの日にメイさんがこれ最近ハマっとるって言って、なんかさつまいものチップスみたいなやつを1枚くれたんやけど、それ美味しかったよね。どこで売っとっちゃろうって思っとる。うちは美味しかった、めちゃめちゃ。わー、秋だって味がした。なんか秋の味好きなんよねとか言いながら、多分まあどこの季節の味も好きなんやろうけど、アホみたいな顔しちゃったよ。待って、芋餅まだ作ってないけん芋餅作るけど、この後芋餅食べるのはさすがに積みすぎんか、やばい。でも最近ちょっとやばいと思って、毎日ちょっとずつ腹筋し始めた筋トレをし始めた最近。なぜなら部屋が片付いてるけんね。洗濯機回しそびれとる。いいや、もう芋餅作るけんその時に回すもん。回して頑張って、今日は絶対に洗濯物干して寝るもん、絶対ね。最近さ、部屋片付いたままねキープできとうと、マジで偉い自分って思っとるめっちゃ自分のこと褒めるやん、マジで。ちゃんとキープしとる。もう部屋片付けても5秒で散らかす人なんやけど、ちゃんとなんか当たり前みたいな、もう使ったものは元に戻すとか当たり前のことを頑張ってしよる。あ、でも洗濯物入れるカゴを買ったんやけど、カゴっていうかもうあの物販の時使ったやつとマジ色違いみたいなの買ったんやけど、物販の時のゴミ箱と、あれもともと洗濯入れやん、あれ買ったら、買って部屋に置いとったんよ。いつも部屋に脱ぎ散らかしちゃうけんね、うち。そしたらそこに絶対入れるってしたら、部屋に洋服が散らからないっていう、まあ当たり前なんやけど洗濯機までにいちいち入れに行けんと、うちは洗濯機の方が遠いけん。やけん最近でもマジで綺麗、部屋が天才。地元にローソン3つセブン2つあるので食べたいものいるけど、箸が、すごっ。ゆっくんの地元ってあれ北海道、え、なんかさ北海道なんかのコンビニが少ないみたいですね、最近ツイートみたいな。何さんだこれ、何さんって呼べばいい。はじめまして、こんばんざい、来てくれてありがとうございます。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力で世界を発信していくアイドルグループ、バンザイジャパンの福岡県の伝道師七瀬葵です。よろしくね。散らかす人無理なのに、いや悲しい、振られとるんやけど、うちなんか振られた人なんやけど、それ悲しくね、振られとらん、それ。うち振られてない、大丈夫そう、悲しいけどでも最近散らかしてない人って、まあもともと散らかすの天才なんですけど、散らかす人無理な、几帳面すごい。ファミマか、もうその残り1個じゃん。ファミマとか、ファミマないってびっくりだな。お前お腹がケロケロしている今、めちゃめちゃなんか痛くもないけど、キモみたいな気持ち今お腹が。やけん別に我慢して喋れるけど、ミニストップないんかい。でもミニストップってさ、めっちゃ思うけど、あってもちょっと偏僻なところいない。なんか例えばなんかよく通る道がここにあるとするやん、そしたらちょっとこっからちょっと曲がってこう行かないかんとこみたいな、なんかそこは通らんのよみたいなとこにミニストップって大体あるよね。なんか例えばこういつも通る道、よく行くところがこうあったとしたら、その先とかこうこっち側がテリトリーやけど、ちょっと先とか、もうなんか絶妙にね、そこいつも通らんのよってとこにねあるんよね、ミニストップって思っている。うちはミニストップ、でもミニストップって美味しいけん行きたくなる。ミニストップのソフトクリーム食べたい、食べたいじゃんね、食べたくなっちゃうな。もうカミカミ、次来た時なの、すごい、初知り。カイトくんこんばんは、やっほー、今日楽しかった会えて嬉しかったよ、うちも嬉しかったよ、ありがとうね。
次は待っとるよ。ありがとう。近場は長谷川ストア、長谷川ストアマジで発撃やし、絶対そこに辺にしかないよ。デイリー山崎まではわかる。デイリー山崎は福岡にもあるもんね。デイリー山崎は時々しかない。そんな謝ることじゃないよ。ありがとうね。すごいカサカサ言ってるかも。お腹がキュロキュロする。頑張れ。なんか北海道ってさ、なんかそこ独特のものいっぱいありそう。そんなこと言ったら福岡もなんかもしれんけど、うちはでも福岡、福岡な。やばい、これ福岡の話するたび毎回いいこと言っていい？成人式の飛行機のチケット取ってない。もう一生取らんやん。自分早く取ってくれ、お願いだから。また会えるの楽しみにしてるよ。ありがとうね。ラブなのよ。めちゃめちゃハイリウム見えたしね。そう、1曲目がさ、そう、うちが出た1曲目声からやったけんさ、正直あのごめんけどマジでもうね、もう曲的にマジ絶対的にそうなるんやけど、めちゃめちゃ睨んでしかなかったかもしれんけど、めっちゃ見てたよ。え、複雑なの違うよ。声からで最初出てくやん。で、曲的にマジあの曲めっちゃ睨んでんの、割とどっちかっていうと目線的に怖い目をしてたり切ない目をしてたりするんやけど、的にはそれで見ちゃうとさ、割ときつい目で見とるなって思いつつ見てはいた。でもその後バイやったけん、めちゃめちゃニコニコして見たのをね、ニコニコ返してくれたのがうちは嬉しかったよね。ありがとう。後ろの人ちょっとそこ買われたなったら。そう、後ろの人ね、この子さんめちゃめちゃ目力すごくない？めっちゃなんか、え、目合ってねってなるよね。はい、それな、流行ったりマジそれな。ちょっと一回大丈夫か、これで待って、東京までの飛行機が今もう凍っとしとったら、あのうちが絶望する。まあでもそんなにあれなんやけどね。俺もおにゃんにラブやったね。ラブありがとう。ラブラブダンス頑張って寝る準備して。これからは今日はね、一番の激しく風が吹けば簡単に散っていくのにを歌う人でした。そういえばあゆみさんがあれやったよ、レナさんポジやったよ。めちゃめちゃハマり褒められとったよ、裏で。1曲目やったね。フェンクラそうなのに、でもそう、うちもあれやったけど、でももともとねそっちも行く予定やったんやけど、でもありがとうね。サイリウムの電池というか、え、なんかさ、ちっちゃいの出しとったよね、女子。明日会社面接で、わー頑張って、おやすき、おやすき、新しい、それは、それは新しいかも、おやすき。ありがとう。これカレは、久々に、久々でもないか、ちょっと前にやったね。です。マジお腹がキュルキュルしている。絶対これお腹ちょっとよくないもの食べてるかも。真剣な目をしていた今。
でも別になんか痛いっていうよりキョロキョロしてんなの段階だよね今。っていうのをなんでみんなに伝えるのって感じだけど言っちゃった。最近茶碗蒸し研究会始めてね、うち家で。いい、まあそりゃ家でなんやろうけど、さっきも言った、甘いもの欲しちゃるんかな。でもこの後芋餅作るけん絶対今食べないって決めている。もうこれでも見たら食べたくなるよ、このチョコチップクッキー。あと一箱あるけど絶対に今日開けちゃダメ。開けたらもうなんか美容でなくなる、びっくりする。やばい、違う違う、え、そう、これからもうな、本当はもうちょっと早く作ろうと思ったけど、なんか配信してたら作れなかったよねみたいな。でも焼き、じゃあじゃがいもをあの茹でてほぐしたまではやっちゃったから、もう作んないとじゃがいもがダメになっちゃうけん作るし、ちょっと食べる。言ってでもご飯茶碗蒸しとクッキーしか食べてない今日夜。でもちょっと食べない今日、なんか変な食生活しちゃったよね。だからちゃんと筋トレしますって思っている、思っている。マジでハモリ入れるようになりたい。入れるようになります、頑張って練習する。バターつけて食べたら、え、わあ、バターも美味しそう。でもなんかさ、あのみたらしみたいなタレ作るか迷っとる。みたらしか知らんけど、なんかね出てきたレシピの美味しそうなやつ、てか多分一回作ったことあるな、このレシピみたいなやつがあって、クックパッドで今持ちレシピで一番上に出てきた。どこのやってみたい、ハモリ、むずいね。ハモれるようになりたい。新月はやばくないわかんないな。でもちょ、ハモリできるようになんないといけない期間で、実は今頑張ります。頑張ります。え、でもそう、声かれは1回入、2回ぐらい入ったことあるけど、なんか1回目はもうできなすぎて、めっちゃね練習したつもりやったけど、もうね本当に全力でつもりやったみたいで、なんか音源と一緒に歌ったらいけたんやけど、もう一緒に歌うと、あと曲が流れるともうマジでどこからかわからなくなって、1音目がわからなくなったらもう全部できんくて、うち、あの空に、嘘、声かれ、あ、そうだ、多分2回だかな。1番も2番も入ったよね。2番、1番のリマさんのとこのハモリが7人方面で入って、2番のレナさんとこのハモリが9人で入ったけど、最初入った時はレナさんの方でちょっとだけメイさんに補助に入ってもらった。で2回目はなんかまだちょっとマシやったけど、めちゃめちゃもうビビりすぎてマジガチ薄になっちゃって、もう本当にもうマイクこんぐらいなんじゃないかって、それは大げさないけど、あまりにもめちゃめちゃもうなんかビビりまくって薄く入っちゃって、めちゃめちゃちゃんと入れるようになりたいですって思っています。おーちゃんだね、マジで新月はやばいね。マジャンネルラプタイムさんおやすみ、山田さんヤッホー、こんちくわヤッホー。ちなみに濃厚試合で今日、危な、プレゼントできてよかったよ、ありがとうね、美味しくいただきました。他の味も美味しく食べるね、カップ麺って便利だからね、袋麺かあれば。
うまかっちゃんって定期的にうまかっちゃんを食べたくなるよね。なんかあれは豚骨ラーメンでもないくて、とんでもない。いつもこの時間は起きてますね。大体起きてるんですよね。見に行け。やだね。というかマジで誰かお願いします。12日来れる方いませんか？12日の20時から下北沢来れるような方いませんかって思っています。私はマジで本当にめちゃめちゃ緊張してるのと、今週下北沢しか平日のライブがないので、その時しかぜひ会いに来てほしいんです。マジで応援しに来てほしい。本当にやばいんです。もうやばい、緊張でしかない。もうなんかね、見に来てほしいもあるけど、マジ今までで一番応援しに来てほしいまである。見に来てもほしい。ちょっとみんなが来てくれるだけでね、でも力になるので。ジュピターさん、チラッチラン、ヤッホー、はじめまして。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力で発信していくアイドルグループ漫才ジャパンの福岡県の伝道師七瀬葵です。ちょっと今日顔が撮れてるんですけど、なんかめちゃめちゃね、漏れてない気がする。顔面が画面が漏れてない、うち的にこんな感じです。イエイ、よかったらよろしくね。これからゆっくりしててくれると嬉しいです。前も12日の緊張ポジションを私は言いそう。危ねえ。大丈夫、言わないよ。いやいや、てか今日めちゃめちゃ音楽流し忘れとるけど、多分あとちょいしたら配信終わります。今日はね1時間ぐらいで終えるよって感じです。ちょっとだけ眠たいです、今日は。眠たみが来ている。うるうるちゃん、今日は音楽を流し忘れました。何分から始める？でも半から始めるって言ったらちょっと過ぎたよね。3時に減るから、そのうち終わろうかなーな気持ちをしています。今日は早めでもないんですけども、3時半なんですけど。まあそろそろね、終わろうかなと思います。皆さん来てくれた方々ありがとうございました。明日もショールーム配信します。毎日ショールーム配信してるので、よかったらルームの方、ルームのフォローよろしくお願いします。そしていろんな情報がツイッターでも回ってくるんで、よかったらね、ツイッターこっちバナーの方からツイッターのフォローもよろしくお願いします。あくびが出ました。あくび出た。というわけで今日はそろそろ終わりたいと思います。皆さん来てくれた方ありがとうございました。明日も配信します。 YouTube の方でも配信する予定です。YouTube はね、ルームのね説明欄みたいなところを見たらね、わかるよーっていうリンクがあるので、それか Twitter の、そう、
そうだ、ツイッターをちょっと省略リンクにしたんですけど、ツイッターのリンクの方、に YouTube のリンクも貼っています。ぜひ。というわけで終わろうかなと思います。皆さん来てくれた方々ありがとうございました。以上、バンザイジャパン福岡県の伝道師なんです葵でした。またねー。